ビルヘルム・カール・アウグスト・ツー・シャウムブルク・リッペは、ドイツのシャウムブルク・リッペ家の講子で、オーストリア・ハンガリー二重帝国の将軍。最終階級は、騎兵大将。ボヘミア地方東部のナーホトの領主でもあった。シャウムブルク・リッペ公ゲオルク・ビルヘルムとその妻で、バルイコール・ピルモント公ゲオルク一世の娘である、イーダの間の、第七子、三男として、ビュッケブルクに生まれた。 1854年から1856年まで、ボン大学で学び、1859年に、オーストリア帝国軍の士官となった。翌1860年に、父の死に伴ってなあ、ホトの所領を相続すると、1861年に、騎兵隊員の階級のままで軍隊を辞し、領地の経営に専念した。1862年5月30日に、デッサウにおいて、 アンハルトデッサウを講フリードリヒ・アウグストの娘、バキルディスと結婚した。夫妻は当初はナーホト城に住んだが、その後は改修されたラティボジツェ城に移った。夫妻は非常に仲むまじかった。ビルヘルムは1866年の広島戦争に際して、再びオーストリア軍に復帰し、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世から、 陸軍少佐の地位と軍事功労を十字章を授けられた。コペンハーゲンに滞在中だった妻、バティルディスが和平締結後にようやくラキボジツエ城に戻って間もなく、夫妻は11月2日にフランツヨーゼフの訪問を受けた。1867年、ビルヘルムはオーストリア貴族院の世襲議員席を与えられた。1875年には、 鉄十字勲章一等勲章を授けられ、1876年には中佐に昇進した。1879年には大佐となって、ボヘミア第14竜騎兵連隊の連隊長に就任し、1885年には昇章、1890年には中将となった。1899年にはオーストリア提出、レオポルト勲章の大勲章を授けられ、 1901年には、騎兵大将となった。1906年4月4日、巨城のラティボジツェ城で死去した。彼の死の数時間前には、同じ城内で義理の娘のルイーセ王女が死去している。ビルヘルムの葬儀は、軍葬とされる名誉によし、意外は、ナーホトの教会墓地にある妻の墓の隣に埋葬された。妻はアキルリスとの間に4男4女の8人の子女があった。 ありがとうございます。